超高額な F-35A ステルス戦闘機ですが、韓国がランディングギアの故障により胴体着陸をしました。突然の電子制御不能はなんだか怪しいですね。今回はこの時の F-35A 戦闘機胴体着陸を詳しく見ていきますね。まさか電子戦、いや違いますね。この原因究明は急がれますが、やっぱり整備的な問題かもしれません。韓国がお得意とする分野ですね。部品取りで使用するのかな？現在、西側諸国にとって、第5世代戦闘機で唯一の選択肢となっているのが、アメリカロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2戦闘機だが、同機のトラブルが、このところ連続して報じられる事態が発生している。まずは、2021年12月88日、航空自衛隊の青森県三沢基地所属の F-35 ライトニング2A 型が、訓練での飛行中に、機体にトラブルが生じ、最寄りのは、小舘空港に緊急着陸を行ったことが、幸いにも、搭乗者に怪我等はなかった。このケースは、2機の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型が、三沢基地を離陸、同基地から約 200km 弱の西方海上を飛行中に、一気にトラブルが発生、気づいた搭乗者の判断で、函館空港に2機と緊急着陸したものだ。これにより、函館空港では、民間航空機6機が、最大で、およそ1時間の遅延を被ることとはなったが、まだ、機体のトラブルの内容等は明かされておらず、今後に向けて原因を含め、詳細な検証が行われることになると思われる。そして、今年2022年1月4日、今度は、韓国空軍の F-35 ライトニング 2A 型で、やはり、訓練飛行中に、機体にトラブルが発生してしまい、電子制御装置の一部が故障し、着陸時に使用するランディングギアが出ない状態で、胴体着陸を敢行した。韓国空軍にとっても幸いであったのは、この時、当該の F-35 ライトニング 2A 型を操縦していたのは、同軍内で飛行教官を務める少佐が乗務していたことであり、その個人の卓越した技量によって、大事故に至らなかった点だろう。翌5日の韓国国防委員会で明かされた事故の様子によれば、この少佐が乗務していた F-35 ライトニング 2A 型は、訓練飛行中に、突如として、大きな異音が発生、通常の通信も途絶した上、ほとんどの電子制御が効かなくなったという。そのため、少佐は、非常用の通信で、最寄りの最短距離に位置する、蘇山基地への緊急着陸を行う旨を報告、かろうじて操作が可能だった、操縦桿だけを頼りに、約2400メートルの高度から、機体を降下させ、緊急着陸に挑んだ。少佐は、すべての電子制御装置が、作動していない F-35 ライトニング 2A 型を手動で操作しつつ、最悪時期が内陸部に墜落して、被害が発生することを回避すべく、その場合には、海中に落下させられるよう、慎重に降下を行ったという。少佐は、機体が失速して墜落してしまわぬように、最大限の注意を払いつつ、絶妙な速度で機体を降下させ、ランディングギアが出ない状態の F-35 ライトニング 2A 型を滑走路から、オーバーランしないように胴体着陸させた。無論、この間、少佐からの非常通信で、胴体着陸を待ち受けていた蘇山基地は、事前に胴体着陸に使用される滑走路に、摩擦の軽減と発火を防止する消火用の泡を散布しており、これから行われる緊急着陸に備えていた。こうした F-35 ライトニング 2A 側、蘇山基地側双方の対応により、緊急事態にもかかわらず、消火器は、
無事難易度の高い胴体着陸を成功させ、当人も待機していた救急車によって迅速に医療機関に搬送された。結果的に少佐は搬入された医療機関で全身の精密検査に臨んだが、これまでのところ体の内外ともに確認されたダメージはなく、また精神面でも非常にしっかりしているとされており、人的な被害はほとんどないようだ。県の韓国空軍の F-35 ライトニング 2A 型は胴体着陸によって機体の底部を含め損壊しているが、前述の航空自衛隊の事例と同様に、今後本格的な事故原因について関係各所による詳細な調査が進められる予定である。今回のケースでは、操縦者の卓越した操縦技量によって胴体着陸を成功させ、大事故を回避した行動が称賛される一方で、そうした危険を伴う胴体着陸ではなく、軍は少佐を機体から緊急脱出させる判断をすべきではなかったのかとの声もある。これはこうしたトラブルの際に、伝統的に韓国空軍の操縦者たちが内陸部の特に一般の市街地等に墜落して甚大な被害を及ぼすことを恐れるあまり、最後まで搭乗して操縦桿を握る傾向があり、それによる落命事故も過去複数回発生しているためだ。この意見には多くの軍事研究者も賛同しているようで、特に欧米ではこうしたケースの場合においては操縦者の生命保護を優先する傾向が強いこともあり、操縦者の自己犠牲の精神がそのまま評価されるとは限らないとも言える。というのも、これまで F-35 ライトニング2ではアメリカ海兵隊所属の B 型が2018年9月、2020年9月、アメリカ空軍の A 型が2020年5月、航空自衛隊の A 型が2019年4月、イギリス空軍の B 型が2021年11月に各1機墜落事故を起こしている。これら5件の F-35 ライトニング2の墜落事故のうち、不幸にも搭乗者の空間識失調が原因と思われる航空自衛隊の死亡事故を除けば、他の搭乗者の意識がある状況下での4件の事故では、すべて搭乗者は緊急脱出をして生還できているからだ。不幸にも現在まで世界で唯一の F-35 ライトニング2による搭乗者の死亡事故は日本の航空自衛隊で発生してしまったわけだが、この原因とされる空間識失調とは、操縦者が平衡感覚を奪われてしまう非常に恐ろしい現象のことだ。これは操縦者の技量、経験を問わず、あらゆる航空機で発生し得る避けがたい事象であり、この状況に見舞われた操縦者は、自身の感じている機体の向きや方向が、計器類の示すそれと一致しないことに、錯誤をきたしてしまうという。このような操縦者としての個々の能力では、避けようのない事象だと考えられるのが空間識失調なのだが、これが疑われる航空自衛隊での事故を除き、他のアメリカやイギリスの墜落事例では、操縦者が緊急脱出をしているだけに、その意味は大きい。余談ではあるが、イギリス空軍の F-35 ライトニング2の墜落事例である、2021年11月の事故は、極東派遣を終えて、本国へ向かう途中の航空母艦、クイーン・エリザベスの艦載機で発生したものだが、その瞬間を捉えた映像が流出していた。この映像を撮影した人物とは、すなわち、当時、クイーン・エリザベスに乗艦していた関係者であることは明白だったため、翌月には、当該の人物は逮捕されたと報じられたが、画像自体は、ツイッターで、未だ確認することが可能である。
こうした映像は本人の逮捕と並行して削除ないしはブロックされるものかと思っていたが、今のところイギリス空軍や海軍がそうした措置に及んでいないことは、その不名誉な事態をどう考えているのか少し不思議にも思える。さて、韓国空軍の今回の事故を受けての以後の動きであるが、これまでに導入されている総数40機のすべての F-35 ライトニング 2A 型の運用を中止し、原因究明が行われるまで同機の飛行は取り行わないことが発表されている。なお、この事故からわずか1週間後の1月11日には、韓国空軍の F-5E 戦闘機が機関部とみられる部分のトラブルでキョンギドファソン市の山中に墜落する事故が発生しており、こちらは不幸にも操縦者が死亡する結果となってしまった。この F-5E 戦闘機の操縦者は2度にわたって緊急脱出を試みたものの、装置が作動しなかったと伝えられ、また F-35 ライトニング2の件でも指摘されたように、民間への被害を防ごうと機体の操作を限界まで続けた可能性が指摘されている。